ヒトラーを欺いた黄色い星は2017年のドイツのドラマ映画。監督はクラウス・レイフレ、出演はマックス・マウフとアリス・ド・ワイヤーなど。ナチス・ドイツ時代、ベルリンでホロコーストを免れて身分を隠しながら生活し、秘密警察、ゲシタッポの捜査や監視の目をすり抜けて終戦まで生き延びた約1500人のユダヤ人の実話を 本人のインタビュー映像を交えて映画化した作品である。1943年6月19日、ナチスの宣伝書ゲッペルスは首都ベルリンからユダヤ人を一掃したと宣言した。しかし実際には約7000人のユダヤ人がベルリン各地に潜伏していた。その彼らが様々な形で身分を隠しながら秘密警察、ゲシ下っポの捜査や 監視の目をすり抜けて生き延びる姿を4人の若い男女を中心に描く。ロッテントマトズによれば30件の評論のうち70%に当たる21件が高く評価しており平均で10点満点中7.07点を得ている。メトクリティックによれば11件の評論の内高評価は八件、賛否混在は3件、低評価はなく、 平均で100点満点中60点を得ている。ありがとうございます。